バイキンのジョーです。はい、ということで今回は新幹線変形ロボシンカリオン Z プラレール Z 合体からこちら、シンカリオン Z500 ニュースカイタイプエヴァのラベルの貼り方を紹介していきたいと思います。よし、それじゃあね、500タイプエヴァのラベルの方貼っていきましょう。で、前提としてね、取扱説明書の方にもそうなっているんだけど、新幹線モードじゃなくてシンカリオンモードの状態で貼り付けてください。じゃないとね、場所的に貼り付けられないところとかもあるので、必ずシンカリオンモードに変形した状態で、ラベルの方を貼り付けるようにしてください。ってことでね、早速始めていきたいんですが、一応ね、ラベルの方は番号順に貼り付けていきます。で、今現在何番のラベルを貼り付けているのかっていうのはね、左上の方にね、表示させておくので、よかったらね、そちらの方と照らし合わせながら見ていただければと思います。はい、そんな感じで、まずはこちら1番のラベルで、貼り付け箇所の方が1番がね、シンカリオンモードで一番貼りにくい箇所にあるかと思います。胸の下のこの部分で、そのまま貼り付けてもいいんだけど、せっかくね、上半身下半身分けることはできるので、まあ、貼りやすい形でね、貼り付けることをおすすめします。で、胸の下の部分にこんな感じに貼り付けて、こんな感じです。はい、ってことで続いてはこちら2番のラベル。2番のね、ラベルの貼り付け箇所の方は先ほどの胸の下のこの部分、パーツの名称的にはウエストパネルだね。ウエストパネルのここの部分だね。ここにこんな感じに貼り付けていきます。こんな感じで、同じくっていうところでね、今度は反対側にこちら3番のラベル、3番のラベルをこのね、パネル部分に貼り付けて、こんな感じ。はい、でね、ここに縁みたいな感じになってるんだけど、そこの内側に貼ると綺麗に貼れるかと思います。うん、で、次が4番のラベルだね。これもね、ちょっと貼りにくいんだけど、腕のね、この部分なんだよね、ちょっと奥まったところ。で、合体した状態でもいいんだけど、腕の部分もね、取り外すことはできるので、うん、取り外した状態の方が貼りやすいかと思います。っていうことで、4番のラベルを、ほんとね、ここ貼りにくいんだよねここにこんな感じに貼り付けて、ちょうどね、ここ斜めになっている、まあ、線があるっていうかね、なってる箇所があるんだけど、そこをね、合わせて貼ってあげると綺麗に貼れるかと思います。うん、で、反対の腕もね、同じくなんだけど、今度は5番のラベルを先ほどのね、4番のラベル同様に、このね、奥まったところにずれないようにね、慎重に貼り付けていきます。はい、こんな感じ。特別難しい箇所ではないんだけどね、貼りにくいっていうだけで、まあ今ね、動画ではやりませんが、綿棒とかでね、最後仕上げ押し込んであげるとベストかと思います。はい、で、次が、こちら6番のラベルはね、場所は変わりまして、下半身、足元、ふくらはぎの部分だね。で、ここもね、取り外すことができます。もう合体する段階でね、変形する段階で、皆さんね、分かってるとは思いますが、取り外すことができるパーツは取り外した状態でね、貼りやすい形で貼り付けていきましょう。その方がね、失敗も少ないからね。で、6番のラベルはこんな感じ。うん、で、反対側の足、ふくらはぎの部分にも、今度は7番のラベルをこのように貼り付けていきます。枠があるからね、すごい貼りやすいよね。うん、はい、こんな感じでございます。で、次もね、難しいわけじゃないんだけど、多分ね、向きに戸惑う方も多いのではないでしょうかっていうことで、9番のラベル。はい、貼るのはね、ほんと簡単なんだけど、どっちが上下って悩むこともあるかと思います。黄緑色が上、オレンジ色が下に来れば間違いないです。はい、ちゃんと箱の方でも確認しましたはい、こんな感じで、反対側も同じくだね。うん、今度は10番のラベルを先ほどのね、9番同様にこんな感じに貼り付けていきます。ちょっとね、パーツ自体に最初から線が入っているから合ってるのかなって不安になるかと思いますが、先ほども言った通り、箱の方でパッケージの方で何度も確認したので大丈夫です。やっぱラベル貼りは一発勝負だからね、ジョーも毎回ね、緊張するし、合ってるのかなってパッケージでめちゃくちゃ確認してから貼り付けるんだけど、うん、まあ、そんなところでね、ここまでの流れは大丈夫でしょうか。ちょっとね、早いなと感じた場合は、巻き戻したり再生速度をね、遅くしながら見ていただければと思います。っていうことで、500タイプエヴァ、もうラベルの方は残り2枚でございます。貼り付けるのはこちら、武器パーツだね。プログレッシブ信号灯にね、貼り付けていくんだけど、はい、貼り付けるのはこちら11番のラベル。11番12番のラベルもね、全然難しくないんだけど、問題は向きだよね。どっちがどっち、どっちにね、赤が来るのなんて思うんだけど、これもね、めちゃくちゃ確認しました。ブレード側、うん、ブレード側に青が来るように貼り付ければ間違いないです。はい、ここもほんと迷うポイントだよね。で、反対側の方も、これもね、しっかり確認したところ、
うん、11番のラベルと同じだね。青がブレード側に来るようにこんな感じに貼り付ければ OK です。はい、っていうことで以上でシンカリオン Z500 タイプエヴァのラベル貼りは完了です。はい、動画を見ながら一緒に貼っている皆様、綺麗に貼れましたでしょうか。いや、かっこいいね。うん、そのままでもね、十分にかっこよかったんだけど、やっぱラベルを貼るとね、見栄えがまた変わってくるよね。っていうことで、これで終わりじゃないんだよね。今回はセットだから。うん。楽しく遊ぶために、楽しくかっこよく遊ぶために、ラベル貼り、もうラストスパートです。もうすぐ終わりだからね、一緒に頑張っていきましょう。超新加速度、加速します。はい、それじゃあね、ザイライナーミュースカイタイプエヴァ、ラベルの方を貼り付けていきましょう。で、ラベルの方はね、500タイプエヴァでほとんど使っています。なので、残りは4枚だけなんです。4枚だけなんだけど、ちょっとね、大変なんです。うん、電車モードの状態、さらにね、Z 合体の状態、ウェポンモードの状態、このね、2モードで、ラベルを貼る箇所が違うので、変形させながらの、ラベル貼りになります。でもまあね、変形が大変だっていうだけで、ラベル自体はね、すごく簡単に貼れそうなので、うん、まあ大丈夫かなといったところで早速始めていきましょう。まずはこちら、13番のラベル。貼り付け箇所の方はね、もう見てわかる通り、電車モードの、ここだね、ヘッドライトの部分。ここにね、こんな感じに貼り付けていきます。こんな感じ。うん。で、反対側も同じように、今度は14番のラベル。まあ見ての通りね、すごく簡単なんだけど、これもね、どっちがどっちってなると思うんだよね。黄色いライトが外側に来ていれば正解です。これもね、パッケージでしっかりと確認しているのでご安心ください。はい。で、もうね、残りあと2枚なんですよ。2枚なんだけど、ここでね、変形が必要なんです。っていうことで、Z 合体状態、ウェポンモードに変形していきましょう。はい、皆さん準備の方はよろしいでしょうか。動画なんでね、もうこの後パン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 とラベルの方貼り付けていきますが、変形までね、やっぱり見ながらラベルを貼っていると時間がね、かかると思うので、一時停止を活用しながら見ていただければと思います。で、ラベルの番号に関してはね、左上に表示させておくので、うん、そちらの方と照らし合わせながら見ていただければと思います。それでは貼っていきましょう。まずはこちら、8番のラベル。8番は2枚ある感じだね。で、形が同じなので、どちらに貼っても構いませんが、まずはこちら。うん。腕の部分だね。腕のこの部分にこんな感じに貼り付けていきます。ここはね、枠があるからすごく貼りやすい感じです。はい。で、同じく8番のラベルを、今度は反対の腕だね。反対の腕の同じ箇所です。うん。同じところに枠があるのでね、こんな感じに枠に合わせて貼り付けていきます。こんな感じ。ってことで、ラベル貼りが完了したニュースカイタイプエヴァウェポンモードを Z 合体させたら、シンカリオン Z500 ニュースカイタイプエヴァのラベル貼りは完了です。はい、っていうことでいかがでしたでしょうか。そしてね、一緒にラベルを貼り付けていた皆さん、お疲れ様でした。難易度で言ったらね、かなり優しい方だったんじゃないかな。うん。はい、そんな感じでね、他のね、シンカリオン Z ザイライナーも、うん、この動画同様にラベルの貼り方編別枠でね、動画にしているので、他のシンカリオン Z ザイライナーを購入した際はね、ぜひそちらの動画の方も参考にしていただければと思います。うん、といったところで、レビュー動画だね、シンカリオン Z500 ミュースカイタイプエヴァレビュー動画の方も、多分ね、この動画の次の日か次の次の日ぐらいには公開されていると思うので、そちらの方もよかったら見てみてくださいね。レビューの他にも変形方法も詳しく解説しているし、あとは変形版臭いね、うん、これジョーが一番力を入れているんだけど、変形再現なんかもね、やっているので、よかったら見てやってください。はい、そんな感じでバイキンのジョーのチャンネルでは、シンカリオンの動画はね、シンカリオンからシンカリオン Z まで、グッズからおもちゃなど幅広くたくさんのね、動画を公開しているので、よかったらチャンネル登録をして他の動画も見ていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキ
まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやっているので概要欄からフォローお願いします。せーの、バイバイキーン。